町田市民ホールは東京都町田市森野にあるホール、町田市役所に隣接されている。1972年に建設された日米、富士自転車のボーリング場、日米ボールを改修し、1978年10月、開館。ホールは862席収容。指定管理者制度に基づき、一般財団法人町田市文化、国際交流財団が、 管理運営を行っている。町田市の成人式は、1978年まで、当時の町田市立体育館で行われていたが、1979年から1990年までは、町田市民ホールが会場として使用されていた。ただし、会場の収容人数の都合から、当時は午前と午後の2部に分けて開催されていた。その後、南、 ナルセの町田市立総合体育館が完成したのに、伴い、1991年からは、同体育館にて、成人式が行われている。2012年7月には、町田市民ホールの西側にあった、休日前富士自転車町田工場跡地に、町田市役所の新庁舎が完成し、中町一丁目から庁舎を一転した。施設や設備類の老朽化等に伴って、 2014年11月から2015年3月まで全館を休館して大規模な改修工事が実施され2015年4月1日にリニューアルオープンした文化振興課所管施設管理運営状況評価結果町田市民ホール町田市参考資料町田市スポーツ振興計画資料編町田市広報町田町田市民ホール改修工事に伴う 休館のお知らせ町田市民ホール、コンサートガイド町田市民ホール、ありがとうございます。